こんにちは、OK先生です。みんな、冬休みどんな感じ？まさか、ずっと布団の中でスマホとにらめっこしてないよね。確かに冬休みっていうのは、1年間のイベントの中で最もくつろげる、言ってみたら、豪華クルーズの中にいるようなもの。家の中でダラダラと過ごす、スナック菓子が手の届くところにあって、テレビもスマホも見放題。だけど、ストップ。そこで一呼吸置こう。この冬休みをただのダラダラ祭りにするんじゃないよ。何か新しいこと、ドキドキすることに使うっていうのはどうかな。そう、冬休みを使って新しい冒険に出かけてみよう。もちろん国語の勉強も忘れちゃいけないけど、何かわってなる、そういった瞬間を作ってみよう。本を読むのもよし、体を動かしてみるのもよし、家族や友達と何か一緒に変わったことをしてみるのもよし。一年の始まりに自分の人生にピリッとスパイスを効かせる。そして勉強も忘れることなくね。冬休みは普段できない学びにがっつりと時間を割くことができるチャンス。ここの勉強にもぜひ時間を割いてみてほしい。するとね、学校が始まった時、あれ？自分ってこんなに賢かったっけ？ってなるかもしれない。2024年のスタートダッシュをバッチリと決めるためにも、冬休みを通して新しいことに何かチャレンジする。そんなみんなを OK先生は応援しています。さあ、冬休みにどんな冒険をするのか、みんなに素晴らしい冬休みを過ごしてほしいと思って、次の曲を作りましたので、しっかりと聴いてやる気を出していってください。それでは、どうぞ。君の手でかけ生きる力を今ここに宿せ。